以上が今回の番組内容でした。それでは次回、新年1月1日火曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。前橋町が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は対話、前進、決断をお送りします。街の出来事では、市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。市政ガイドでは、子ども総合支援室から子育ち支援のまちづくり元気っつをお送りします。健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、保健センタータイム、次回はお正月の食生活をお送りします。新春特別番組として、女子レスリング55kg級金メダリスト吉田沙保里さんと前橋町の対談の模様をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは、1月のボートレース2開催日程をお伝えします。1日火曜日から6日日曜日までの6日間は伊勢新聞社新春レース、10日木曜日から15日火曜日までの6日間はスマートフォンマクール杯、23日水曜日から28日月曜日までの6日間は G1 東海地区選手権を開催します。今年も残り少なくなってきました。振り返ってみると、いろいろな出来事がありましたね。皆さんにとって今年はどんな1年だったでしょうか。まるっとつガイドでは、年末年始の特別番組として、今年1年間で放送した街の出来事を総集編でお送りします。12月29日土曜日から31日月曜日までの午前11時から午後1時までは、平成24年1月から3月までの放送分を、午後5時から午後7時までは4月から6月までの放送分をお送りします。また来年1月1日火曜日から3日木曜日までの午前11時から午後1時までは、7月から9月までの放送分を、午後5時から午後7時までは10月から12月までの放送分をお送りします。ぜひご覧ください。この後は市役所からのお知らせをお伝えします。寒さ厳しい季節、お体には十分気をつけて、良いお年をお迎えください。1年間ご視聴ありがとうございました。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。Bye.